はい、それでは 12AU7 シングル DC アンプの制作第3回目の後編スタートしたいと思います。今回はですね、ケースへの塗装の工程をご覧いただきます。なおですね、この後の映像、いきなり塗装の工程が始まりますけれども、その前にですね、ケース、加工したケースの表面をサンドペーパーで研磨するという作業も事前に行っていたことを、あらかじめお伝えしておきます。それではですね、塗装の工程ご覧ください。はい、それでは塗装に移っていきたいと思いますけれども、まずケースのですね、手順として横の面を塗装して、出来上がったら天板の部分を塗りたいと思いますので、後の手順になるこの天板のところはマスキングテープと新聞紙で、カバーをしています。塗料がつかないように覆いをしています。で、この側面の板のところですね、メタルプライマー、下地剤をシューッと一度塗って、乾燥させて、それからこの色付きの塗料をですね、シューッと塗って乾燥させて、もう一度塗ってと、二度塗りしてということを行いたいと思います。この側面とこの側面はもう同時に作業を進めて、塗り終わったら今度はこちらの側面の方をマスキングして、天板の方ですね、同じくプライマー1回、色付きの塗料2回というふうな流れで進めていきたいと思います。はい、ではこの面にプライマーをですね、下地剤を塗ります。で、垂れないぐらいまで、乾燥するようにしばらくこのままこの状態をキープしておきます。はい、2、3分、4、5分経過したでしょうか。もうこれで垂れることはないと思いますので、今度持ち替えてですね、反対の面、こちらの面ですね、こちらに下地剤を塗っていきます。で、この面も垂れないように数分このまま状態をキープしておいて、その後ですね、置いておいて乾燥ということで、乾燥したら色付きの塗料を塗るという作業に移っていきたいと思います。はい、では下地剤が乾燥しましたので、色付きのスプレーの塗装1回目、進めていきたいと思います。はい、4、5分経過しまして、木だれしてこないと思いますので、持ち替えて反対側を塗っていきたいと思います。で、このまま乾燥させまして、二度塗りをですね、次行っていきたいと思います。はい、それでは色付きの塗料の2回目、塗っていきたいと思います。またしばらく乾燥させます。はい、また4、5分経過しましたので、持ち替えて反対側をですね、塗っていきたいと思います。
はい、これで、乾燥させて、側面の塗装は完了になりますので、今度またねマスキングと新聞紙、マスキングテープと新聞紙で、塗ったところを、覆って天板の塗装に移りたいと思います。はい、それではですね、横板部分に、新聞等で、カバーマスキングを行いまして、天板にですね塗装を進めていきたいと思います。まずはですね下地剤メタルプライマーを塗っていきたいと思います。はい、これでしばらく乾燥させて、次に色のついた塗料を塗っていきたいと思います。はい、それではですね引き続き、色のついた塗料で、天板をスプレーしていきたいと思います。はい、これでしばらく乾燥させて、重ね塗り2回目を塗っていきたいと思います。はい、それでは天板の色付きの塗料のスプレー2回目行っていきたいと思います。事なきを得たんでしょうか。ちょっと仕上がりが不安でございます。はい、途中ですね少し危ない場面もありましたけれども、どうにかこうにかですね、塗料塗装の工程が完了しました。はい、ということで、引き続きですねトランス等々の部品を組み付けて、部品と部品の配線の作業に進んでいきたいと思います。